back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. Hell yeah. Back.
困るよ君、急ぎって言っただろ。すみません、仕事の棒ミスでしこたま叱られた。役日だ。大丈夫？すごい顔だけど。大丈夫、平気平気とは言ったものの、辛い、癒しが欲しい。何このかっこいいポスター。大衆演劇、女形とか出てくるのかな。ここでやってるんだ。で、入場料安い。自分みたいな初心者が見ても大丈夫かな。わー、舞台が近い。花道もある。お、大衆演劇は初めてかい。そうなんです。どんな感じかなって試しに。ポスターがかっこよくて引き寄せられちゃいました。そう、かっこよさこそ大衆演劇なんだ。誰がいつ見ても分かりやすくて面白い芝居にスカッとするんだ。演目も毎日変わって飽きない。へえ。同じ劇団が同じ場所で1ヶ月公演してまた移動していくんだよ。推しを応援するのも楽しい。お好きなんですね、大衆演劇。ファンになって30年だよ。うん、子役の子の成長を見るのも好きでね。親の心境だよ。一家で劇団をしていることが多いんだ。それにお芝居は豪快な立ち回りはもちろん、涙の人情劇、決めのタイミングでの客席からの掛け声が盛り上がる。やけに散り上がる桜だな。いいよ座長。タイミングが難しそうだけど、私も声かけてきたらいいな。お芝居の後の舞踊ショーも華やか。これが毎日変わるなんて。どうだった、初めての大衆演劇は。すごい面白かったです。特にあの人がかっこよくて。よし、じゃあついておいで。え、現在はコロナ対策で送り出しを集合写真、リモート送り出しなどにて対応中。この距離の近さも魅力なんだよ。聞いてるかい。1年後というわけでね、すっかり虜なの。話聞いてたら私も楽しくなってきちゃったね。ほら見て、幕が上がるよ。